東洋町白浜海水浴場。名前の通り白い砂が美しい遠浅の海水浴場で、夏場は多くの観光客でにぎわいます。先月30日ここ白浜で初となる東洋町マリンフェスタ2018が開催されました。テーマとしましては海で遊ぼう、海を楽しもうというのがテーマにしてます。特にですね、これ地域の皆さんにね、特に子どもたちにこう海の楽しさ、面白さ、素晴らしさをね、知ってもらえたらいいなっていうのが、まあ、始まりの、思いだったんですよ。でそんなところからですね、たくさん、まあ、人がね、集まってきてくれまして、じゃあ僕たちも協力するから、何かやらしてよとかね、そんなこう大きなこうムーブメントが動いて、でこの大会に至りました。当日は飲食ブースやステージイベントも行われ、会場は大盛況。県内外の方が東洋町の海の魅力を堪能していました。正直最初スタートするまではね、もう本当にどうなんだろう、ドキドキしてました。イベント自体もあんまりやったこと経験がないですしね、特に今回はその民間主導ということで、我々民間の方からですね、やろうぜっていう声が上がったので、まあ、行政の方にちょっとご協力いただきながらですね、スタートをしているところです。これを機会にですね、東洋町のその魅力、特にマリンレジャーアクティビティっていうのをですね、中心に、広げていきたいなっていうふうに、そういった手応えは感じております。せっかくこの生まれたこの動きをですね、もっともっと大きなものにしていきたい。そしてこの白浜の活用の仕方っていうのを地域の皆さんと一緒に考えていって、常にですね、賑やかで楽しい白浜っていうのを僕は目指していきたいなっていうふうに考えています。海と日本。